逆に言うと、はい、ゼロはい、というわけで始まってしまいました。今日も私は週2で頑張ります。月曜2時30分デブザキッチャーなんすか、青いよ今日は、なんか異様な盛り上がりですけど ね、 ねなんかみんな酔っ払ってる感じ勢いですけど、ね、私は当分まだ禁酒しますからね。あ、禁酒してるんですか。そうなのよ。どうしたんですか。え、いろいろあって、いろいろあって、わかりました。ちょっと痩せて、ね、あ、全然いいんだよ、そんな。カフィ結構遠慮するよね。遠慮しますよ、ね、突っ込んじゃダメかなと思って。あ、いいよ、突っ込んでどんどん。わかりました。あとで芝くだった。あ、わかりました。今日ね、お久しぶりで。お久しぶりでございます。というわけで、まあ、急遽ね、ちょっと今日バーグマンお休みになっちゃったもんでね、はい、私がやらせてもらうんですけれどもね、急遽。はい。沼津から。はい。やってきてくれました。カラフルクレヨンカッピー。はい、よろしくお願いします。野球大好き、ミュージシャンですね。もう最近野球大好きがね、先に来るようになっちゃって。うん、あれなんですけど。ちょっとミュージシャンっていうのがね、そう、ちょっと肩書きが置いてきてる。肩書きがね、やっぱね、コロナ禍になってくると、やっぱ野球だけになってきちゃうかなっていうのもね、あるんですけどね。そうだよね。久しぶりだけどさ、はい、何してた？いやでもやっぱ音楽活動もね、やっぱ配信とか。うん、やってたよね。うん、多少はやってたんですけど、うん、やっぱ、まあ、5月とかもう何にもできず、野球も見れず、うん、生でやるスポーツ、競馬ぐらいっていう。競馬スポーツか。うん、まあ、スポーツ、スポーツ。まあね、うん、そういうちょっと生で見れるの。うん、まあ、そんな状況だったんでね、もう悶々としながら。うん、でもまあ、このね、木をなんかに使えないかなって思いながら過ごしてましたね。うん、で、まあ、うん、コロナ禍終わってから、まあ、うん、まあ、8月、9月、10月から、うん、まあ、野外だけとか、あと人数限定で、やっぱ、うんうん、ね、ライブにちょっと呼んでもらえたりするんですけれども、そうだよ、ね、やっぱあのコンビでカラフルクレヨンでちょっと活動してるんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと2人で一緒に活動することがやっぱね、状況的に難しいのもあって、うんうん、最近ちょっと1人で、そうだよね、はい、単独でなんかカッピーっていう、そうです、そうです、あれで爽やかな感じでこう写真で写ってて、はい、よくあのポスターとか、そう、あれね、ちょっと若すぎるかなって思ったんですけどね。あれいつ撮ったの、最近。いや、3年前、3年前、3年前、あ、大丈夫、大丈夫、ちょっとね、やっぱ年欲しいかなっていうところで、はい、大丈夫です、OK、そうです、はい、ね、全部マイク拾ってるから、あ、拾ってますね、うんうん、はい、後であの気になる人はボリューム上げて聞いて、はい、ボリューム上げて、ね、大したことは言ってない、そうそうそう、そんなね、まあ、そんなわけでですよ、はい、まあ、カッピーといえば、まあ、ミュージシャンというところも、はい、もちろんそうなんだけど、私もね、今日、はい、あの帰省させられます、はい、前回もそうだったんですけどね、そう、前回 もベイスターズさんの、そうです ね、 ね、私だからあのこれはいって言って渡されてそのまま来たもんで後ろのね番号もね背番号も誰かもわからない、はい、じゃあマキさんちょっと回ってください、回ってください、やるか、回ってくださいね、知らん、はい、梶谷でございます、ぜひね FA で残ってほしいという願いを込めて今日ちょっとマキさんに、はい、来てもらって梶谷のスターナイトの特別のユニフォームでございますんで、はい、私は本当野球遠いから3番手と長島なんだよね、はい、ダメですねあ、ダメ、今年はそれ言っちゃダメです、あ、そうなんだ、そうですね、巨人強かったから今年はね、もう本当に、でもさ、はい、巨人強かったけどさ、うん、日本シリーズぐちゃぐちゃだったじゃん、ボコボコでしたね、ボコボコ、まあ、パリーグが結構強いっていうのもあるんですけど、うん、やっぱあの成績見ておればね、もう一目瞭然なんですけど、うん、もうシーズン終わる直後の巨人ってもうなんかあんまりちょっとバランス崩してて、もう選手がみんな多分疲れちゃったんでしょうね、うん、それもやっぱ一因だったかなって、でパリーグはクライマックスシリーズっていう、うん、まあ、プレーオフがあって、うん、まあ、数試合本気の試合をこうちょっとやってて、その勢いのまま来ちゃって、あ、そっか、じゃあテンションの違いがあったりもするんだ、はい、そうなんです、だから一概にそんなパリーグが、うん、まあ、強いですけど、うん、まあ、強すぎるっていうことでもないということで、あ、ね、そうなんですね、でも、うん、ね、ソフトバンク相手に、まあ、ベイスターズは数年前ですね、うん、2勝してます日本シリーズ、まあ、巨人よりまあ強いという、これで、ね、4連敗してるね、巨人より、そういうのちょいちょい挟むよね、そうですよ、もちろんですよ、そんなもうポジティブなところを探していくっていうのがベイスターズファンなんで、なるほど、はい、いいね、文句を言わないで、はい、そういういいところをこう、そうです、そうです、もう暗くなってもしょうがないんで ね、 あ、いいね、そうです、もうじゃなきゃもう暗黒時代なんてね過ごしてられませんでしたからね、ファンとしてね、はい、長い個人成績で、そうですね、はい、まあそんなわけでですけれども、はい、今日はそんなカッピーに、まあ、来てもらって、はい、どうよ野球の、じゃあこと今シーズンの野球みたいなの、いつもね毎年そうなんですよ、ジミーさんが、ね、
企画っていうか、なんで年に2回、いつもあったんで ね、 でね、はい、終わった時と始まる時、はい、と、まあ、来ていろいろこう、そうですね、あの詳しい人たちでこう話すんだけど、うん、私は何も知らないもんで野球枠はもう、そうです、もう僕の振るんだよ、はい、もう勝手に喋ってって、はい、さあじゃあもう一個、はい、はい、そうですね、まあ、いつものやつある？あ、いつもの、あれはないんだ、あれはないです、うん、ごめんなさい、あれね、うん、置いてきちゃった、あれいいよ、そう、そしてもう今年とね、来年おというと監督がちょっとベイスターズ変わりました、あのラミレス監督から、はいはい、浜の番長三浦大輔に監督がちょっと変わりました、はい、ということでもう来年来シーズン、うん、あのね、ちゃんと、まあ、その前にね、ちゃんとコロナもある程度収まってしっかりやってほしいんですけれども、うん、まあ、三浦大輔ということで、うん、浜の番長は帰ってきました、おー、そうなんです、もうね、これはね、3位までね、ちょっと書いてあるんですけど、 すごい、そう、これはちょっと、え、これカッピー書いたの、え、僕じゃないです、僕じゃないです僕じゃないです、僕じゃないですあのね、あそこにね、いろんな同い年の人がね、はい、よくね、それやるんだよ、あのサイン書くんだけど、誰かのサインだって自分で書いちゃう、あら、だから一応念のために聞いたんだけど、念のために、これは正真正銘の本物のサインで、ちょっとね、機会があってやってもらいましたんで、よかった、なので来年は本当にこの三浦あの監督を中心に、はい、あのまずはね、さっき見ていただいた梶谷をあのフリーエージェントというちょっと移籍、うん、の、 あの権利を持ってまして、それをちょっと行使されてしまったので、まあなるべく、ね、僕の12番目に好きな巨人に取られないようにちょっとね、はい、ポジティブな言い方するけどね、嫌いではないんですよ、うんうん、はい、ということで、うん、あの 来シーズンもぜひ皆さんもベイスターズちょっと応援していただければと思います、うん、ちょっと注目してもらってみるとね、はい、野球も面白く見れると思います、ね、はい、ヤマトですよ、ヤマトね、ヤマトも守備いいですからね、本当にもうあの渋い打撃が、ね、やっぱりね、はい、いいので、じゃあ今度はあの開幕の時ちょっとつかちゃんあの横について呼んでいたジミさんが呼んでくれないからねジミさんがね今ちょっとね配信お休みしちゃってるんでね、あれなんですね、開幕スペシャルもなく、そう、開幕スペシャルなかったっていうか、開幕は結局いつしたの？結局6月でしたね、もう遅かったですね、うんうん、だいぶもうなので、まあ巨人の選手も、まあ、みんな選手もそうなんですけど、いつも休んでる時にずっと試合寒い中やってたんで、うん、やっぱね疲れちゃったのかなっていうのもね、ありますよね、あると思いますけどね、そう、まあとりあえず今年はね、今年度っていうか終わったから、そうですね、もうシーズンはね終わりました、もう本当に来シーズンに向けてすがすがしい気持ちで頑張っていただけたらと思いますけど ね、はい、ね、質問が来てる、はい、どうぞ、大丈夫ですよ、野球ですか、パンダラムさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんで横浜ファンになったの？やっぱ山下大輔が監督に、うん、ね、山下大輔さんっていう清水出身の、まあこんなにちょっとアウェーになると思わなかったんですけど、ポカーンでさも当然のように話したんですけど、そうそう、山下大輔っていう、もう結構前、もう太陽時代なんですけど、あ、はい、もうだいぶ前で、子供？でもない、こ、いや生きてないです僕まだ、あ、生まれてないです、前の話、カッピーが、はい、じゃあ私も生まれてないから分かんない、そうですよ、マキさん 2,3 個しか違わないしね、そうだよね、うん、わざとらしいぞ、あ、そうですノリーっすね、なんかね、嬉しくてカッピーってくれるので、ね、ありがとうございます、そうで、その山下大輔監督になったとともに、こう佐々木が帰ってきたんですよ、佐々木はマリナーズから、うんうん、あの大魔神佐々木が、うんうん、そんな感じで、うん、その時にちょうど星野監督がちょうど辞めちゃって、うんうん、あ、なんか好きになる監督もチームもいないなっていうところで、うん、あ、これじゃあベイスターズちょっと応援してみようと思いまして、うん、そこですね、そういうとこだった、じゃあもともと野球自体はずっと好きだった、ね、そうですね、ずっと好きで、へ、はい、横浜の前はどこだったの、横浜の前は阪神、阪神、星野さんが好き でその前は中日、うん、まあそのままね、星野さんについて、そう、その当時は好きになってたんですけど、うん、もう横浜は今もうチームカラーで、うん、はい、もう弱いながらもこう頑張って、ね、大味な試合がね結構多いんですけどね、うん、はい、あ、でもね、競馬好きの人はね、そういう思考かも、私も競馬やるもんで、やるんですか、うらららら、あの最近はね全然ここ 1,2 年はやってないけど、競馬好きの人っていうのはやっぱり好きな馬とか好きな騎手を追っていく傾向があるから、ちょっと野球の思考にもちょっと似てる、そうですね、似てますね、マキさんも、では好きになれますよ、そうかな、3番長嶋とか
あそんなダメですダメですそんなダメダメですね。あそっか、分かった。でもね、私、はい、2,3 年前に東京ドームに行ったよ、野球。あ、本当ですか。何見に行ってかれたんですか。ほんとね、まあいいや、見に行ったんですね、野球をね。ビルロみたいな、ジャニーズのコンサートじゃない。ちゃんと野球を見てきました。いや私ね、実はなんだけど、はい、自分の話しすぎちゃうとあれなんですけど、はい、いやいや、どうぞどうぞ。私ね、社会人野球でね、スコアラーやってたの。あ、すごいっすね。すごいじゃん。私スコアかけるんですよ。あ、すごい。でも最近書いてないからどうかな。でも本があるから多分まだスコアブックね。スコアブック、そう、僕も中学の頃に結構勉強して、ね、あれ書くと面白いよ ね、 面白いですね。次この球来るなっていうのが、ね、分かるようになる。そう、大体こう書いていくと。そんなに書くんだ。点数書くだけじゃないんだ。球とか、球がだから何球目なんで、はい、ボールとかストライクとかファールとか、あの振り逃げとか、はい、そういうのも全部だから、どこ飛んでって、どこからあのどこへボール飛ばして、そう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 、でランナーがどこまで走ったとか、そうそうそう、そういうのもね全部書くんですよね。全部書くんだよ ね、 あれ面白いですね。あれ面白いですよ。そう、ね、でもだから野球自体は知らなくはないんだけど、あのね、やっぱ人とかが分からないんで。なるほどね、野球自体はね、そう、何を応援したらいいのかが分からない、はい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 、っていう感じ。そうなんです。だからそのカッピー の、 その好きになった理由っていうのはちょっと参考にしてみようかななんて思います。浜 の、 浜の番長、番長、三浦ですね。三浦は分かる、はい、同い年だから。そう、今年になりましたんでね、うん、本当はねあと1年後の方がね、うん、いいかなとは思ったんですけど、うん、まあでももうラミちゃんがああいう状態なんでね。もうラミちゃんは何があったの、怒ってんの、なんか。あ、いや普通に契約が切れただけで。あ、そうなの、はい。ただまあね、延長はないよっていう形だけど、ね、うん、なんかちょっとヤフーニュースで見たけど、なんかのみちゃん機嫌悪いのかなって。そういうわけではない。そういうわけではないですね。ただでもやっぱなかなかね、やっぱうまく、うん、いかな、最後はフロントといかなかったのかなっていうのもね、 あったり、まあ、うん、僕は好きなんですけど ね、 ね、ラミちゃん可愛いですよ ね、 ね、キャラクターがね面白くてね、かっこいいところはね、かっこいいんでね、やっぱ英語でいろいろ話するんで。ああ、そりゃそうでしょうね。まあ、そりゃそうなんですよ。でもラミちゃん日本語ペラペラなんですよ、あの人。うん、うん、だけどなんかなんか面白おかしく言うのあれは何、振りみたいな。そうそう、振りみたいな。ああいうのもちゃんとしゃべる。そう、しゃべれれるんですけど。あ、ボビオロゴみたいなシステム、ね、そう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 。なんか一郎もね、ずっと日本語でしかこうで通訳返してたのも、なんかやっぱ語弊があるとまずいからっていうような、そういうね理由で母国語でちゃんと通訳してもらうなんていうのもね、聞いたことはあるんですけどね。素晴らしい、うん、私がそんなあれになって英語喋らなきゃいけないから多分すごいおとなしい子になっちゃいますよ。うまくさん、キャラ変わっちゃう。あれ、留学経験は、え、留学経験とか全くございません。あ、ないんですか。あ、ないんですね。八重洲から藤枝に留学したぐらいしかないですね。隣の国なんですね。そう、隣もう異国ですか。異国ですね。でもまあ静岡だと浜松別の国ですもんね、東部からすると。そう、あのやっぱ言葉が違うよね。ね、本当そうですね。あのカピーは沼津から。そうですね、僕沼津から。沼津出身。あ、沼津出身、ね、そうですね。そう、私も中学2年までは沼津にいたんで。そうそうそう、ね、言われてましたね。そう、実はだからこっち来た時全然やっぱちょっとした方言とか、うんうん、言葉のイントネーションとかがやっぱり随分違って。あ、そうですよね。うん、もうね、あのちょっとね仕事で東京行ってた時もあるんですけど、うんうん、静岡県出身だよって浜松の友達がいてねって言うと、ああ別の国ですってこうスパッと。そう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 、そうだね、浜松の人すみません、申し訳ございません。でもまあ変わり切れるよね、はい、国はね。まあ、そうですね、大体ね。だから沼津とこっちもやっぱ国は藤川あたりで切れてるんじゃないですかね。藤川で切れる、ね、藤川とか安倍川、安倍川じゃないな、藤川だね。藤川ですね。藤川で切れて安倍川ですか。うん、安倍川はね、でも切れない、切れない、うん、大丈夫、わかりました。その辺ね、あんまりチリ全然土地勘がないんでね、やめますね。危ないんでね、適当適当、はい、うん、まあそんな感じですよ、はい、カッピー。一応まあ野球の話はそうですね、こんな感じで落ち着いた、大丈夫、大丈夫です。またあの来シーズン始まる時にね、はい、またその辺はたっぷりお届けしようかな。なんてそんなスペシャルやってくださいよ、開幕直前スペシャル。勉強しなきゃじゃん。分かった、やっとくよ。分かりました。なんで、はい、久々に、じゃあ次は、まあ、今日は来てもらったということで ね、 でね、はい、本業の方をね、本業です ね、 ね、はい、久々に披露してもらっちゃうかななんて思いますけれどもね、はい、今こちらでね、あ、準備中ですね。
してますけれどもね、はい、はい、じゃあ OK、 OK、 はい、はい、OK 出ました。じゃあ、まあ、じゃあ1曲ちょっとまあ、ちょっとショートバージョンで新宿の猫というちょっとオリジナル曲をやらせていただきたいと思います。赤い蝶ネクタイ、黒いジャケットを羽織って、ちょっと澄ましてる僕のことさ、昼間はすやすやお昼寝、ネオンの輝く夜に目を覚ます。僕は猫、猫机の上でロックンロール聴きながら、とてちてたてちて歌うよ、リズムに合わせて。僕は猫、猫机の下で甘いバラード聴きながら、ちょっと涙を流す僕は音楽好きの猫、僕は動けない、ただの人形、君と一緒に歌いたい。目の上でロックンロール聴きながら、とてちてたてちて歌うよ、リズムに合わせて。僕は猫、猫机の下で甘いバラード聴きながら、ちょっと涙を流す僕は音楽好きの猫、猫、猫。ありがとうございました。ありがとうございます。もう癒しソングだよね。これありがとうございます。もうマキさんをね、癒すために今日来ましたね。ありがとうございます。はい、あ、そうだそうだ。これは出てた。そうそうそう、ちょっとあの新定式やって、あ、わかりました。私前回カッピーが来てくれた時に、はい、あの手ぶらで来たのかよって冗談で言ったの。ちょっとね、怒られてしまいまして。冗談で言ったの。全くね、もう私がね、もう本当に至らない限りでございましてね、まあ、デブマキチャンプルと言ってるのに何も貢ぎ物を持ってこない。それはあかんということでですね、はい、びっくりしちゃった。じゃあこちらですね、富士の白雪カスタードで、はい、カスタードでございます。ありがとう。ちょっと食べようかな。食べて、どうぞ食べてください。食べてください。はい、ありがとうございます。これ箱も可愛いよね。そう、なかなかね、あの、うん、ちょっと今日仕事の合間を縫って、あの、はい、あの、いや、買ってかないとまずいんですよ、この間。本当に。あの、裏でちょっと蹴られましたね。ガちょっと当たっちゃった。ごめんなさい。そうですね。なので実はです。ちょっとそう、美味しいものをね、ちょっとと思って。ありがとうございます。そう、この時間にお腹空くのよ。あ、やっぱそうそうですね。ちょうどいい時間帯ですもんね。そうね。はい。まあそんな感じで。はい。じゃあまあ後で。あとでじゃあいただこうかななんて思いますけれども、はい、そう、はい、カッピーがまあ いつもこうやってウクレレでね、はい、ライブをやってるということで、 ね、はい、でね、前に私とミッツが、ヤイズ TV のね、ご意見番という方がね、いるんだよね、ユージさんという方、はいはいはい、その方がね、なんかウクレレをたくさん持ってて、ほう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 、譲ってもらったんですよ。はい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 、はい、ちょっとそれをね、カッピーにね、ぜひ、心が平らになる
良い曲でした。癒しーって入ってます。ありがとうございます。もうね、波風立ってますからね、最近はね。ね、そうそうそう。こういう歌でね、癒されていただければ。気持ちも。はい。もうでも久々にこうね、あのやっぱバッて歌ったんで、うん、気持ちいいですね。やっぱりね。ありがとうございます。あとで。マキさんもウクレレ持ってらっしゃる。そうなのよ、そうなの、はい、そうなの。なのでちょっとね、カッピーにね、はい、また前回はあのマキシンジの嫌になっちゃう顔をやって。そうですね。そうですね。まあひどいもんでしたねあれね。いやでもね、やっぱああいう風にちょっとずつ楽しんでいかないと、やっぱいきなりはね、すごい楽しかった。でそれを、はい、あの終わった後にそのユージさんからウクレレを頂戴しまして、なかなかねあのやる機会というかなかったので、せっかくカッピーが来てくれたので、はい、今日ちょっと持ってきまして、はい、教えてもらおうかなって思うんですけど、はいはい、これね結構ね いいやつですよ。らしいのよ、うん、フェイマスっていう日本の結構メーカーさんで、はい、ね、あの王道日本のもう国産ので、あの多分初めてやられる方には、うん、ちょうど僕もおすすめできる、うん、はい、そう、あの弾いた感じがねすごいなんかこう軽いっていうか、そうね、うん、すごくねやりやすい、うん、ということで、はい、はい、ちょっと、まあ、やる曲も本当、はい、ね、もう11月今日で終わりです、はい、そしたらもう12月はね僕はあんま好きじゃないので、はい、もうお正月ですよね。はい、クリスマスなんですかぐらいの感覚で。あ、そういうタイプなんだ。やったらクリスマスとかはしゃぐタイプじゃない、へこんじゃう、もうねへこんじゃう感じですね、はい、クリスマス多分配信は今年は被らないのか、去年はねクリスマスイブとか、はいはいはい、天皇誕生日とか、はい、本家クリスマスが全部配信被ったのよ。だから私 ね3連チャンでねやったのよ、この野郎とか。やっぱこの野郎ですよね。そう、はい、じゃあそのみんなが配信を休むっていうことに対してこの野郎だったんだけど、あ、そう、クリスマスを恨んでらっしゃるわけではなく、一応名目上はね、ああ、うん、まあそれも本当はあるんだけど、あ、今日なんかね、今年は政府の菅さん中止って言ってませんでした、クリスマス、あ、らしいよね、そうそうそう、騒ぐとって、そうそうそう、だからもうお正月モードで、そういうこと、はい、はい、行こうかと思ってマキさんが突っ込んでくれないので、はい、クリスマスの何かをね できればということで、どう着地点が分かんない、そう、あのね、ごめんなさいね、いいですよ、クリスマスの歌をやりますよ、はい、そうやりますよ、そう言いながらも、そう、もうちょっとね時間があるので、はい、まあジングルベルすごい簡単なので、いい、ね、あのサビだけちょっと、はい、コードがまあこんな C と F と G、うん、まああのこれちょっとね、うん、あれにもよって違うんですけれども、うん、G、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、棒は楽しいクリスマスの日っていう、ちょっと歌詞違ったらごめんなさいね、うん、はい、いいです、いいです、こんな感じで、いいです、ちょっとあの皆さんも、まあ、ウクレレやもう3コードでこれ弾けちゃいますんで、 C と F と G が分かれば、はい、できます。まず C の押し方、はい、C の押し方、これですね、これ3つ目ってこと、そうです、1,2,3,3 の、これがね上と下逆なので、あ、こう見る、あ、そうそうそう、そんな感覚で見てもらえば OK、 なので一番下になります、一番下に押せばいいってこと、はい、はい、そこだけ、指はこの指でいい、ね、おねおねさい指、薬指、薬指、はい、はい、でポコーンと、なんかおかしいですね、ちょっとずれましたねチューニングが。こっちでじゃあってください。すいません、手間のかかる子で。伸びちゃいましたね。はい、はい。おお。ぽい。ぽい。でそれでジングルベル。ジングルベル。やっぱりまっぱり前回のマキシンになったらどうしよう。ジングルベル、ジングルベル。鈴が鳴るまでずっと C でいけますね。そう、あのね、簡単なコードにしたんでね、ちょっと音程がちょっとあれかもしれないんですけども、私前回もそうだったんだけど、どうもね弾きながら弾き語りをやるとねお経になっちゃうんだよ。ジングルベル、ジングルベル、ジングルベル、めちゃめちゃお経ですね。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、ま
で行ったら次 F になりますので、ここと、あ、一番上ですね。あ、一番上。そう。で一個飛ばしてここですね。ここ、はい。ここ、あ、ね、二番目です。そこです。ここ、はい。で違う、ごめんなさい、間違った、 俺が違った、ごめんなさい、俺が間違った、ごめんなさい、こことここですね、ごめんなさい、ここと、はい、一番上、ここ、ここ、はい、今日そう、今日ロー、まで行ったらまた C に戻っていただいて、ここ、ここだけに戻って、楽しいお気をせ、楽しいで、この G がで、こことこことここかな、こことここと、そう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 、ここと、そう、ここと、ここと、で、ここかな、ここ、ここ、あとで、ここ、そうそう、ここ、ここ2つ、え、そう、あとのこの、もう一個下、どこ下、そう、そ こ, こ, こそうちょっと違う、あ、俺が違ってんだごめん、マキさん、俺が違ってんだ、ごめんなさい、僕が違ってる、僕が違った、ここと、ここ、ここっすね、ちょっと待って、ここ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 と、ここと、ここと、オッケー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 、ね、ここと、で、ここ、ここ、ここに押さえてもらって、あ、違った、ごめん、あ、違うね、そう、こことここと、うん、そう、ここ一番下、一番下、ここと、ここと、で、ここ、ここ桜のマーク、そう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 、その3つ、3つこれ、はい、クリスマスの日っていう感じ、おー、さ、あれ違うな、こうだ、ここだ、じー、あれ、下下、ごめんね、ここ、あ、あ、そう、本当はそうなんだ、見やすい方で見ていただいて大丈夫ですか、あ、分かった、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴るです、あ、すごいすごい、そうそう、あ、惜しい惜しい、あ、ここかな、ここ、そこそこそこ、そこそこそこ、今日はでした、楽しい、そこそこ、楽しい、クリスマスマス、へえということで、そうなので、あ、まあこの3コードで、まあ結構簡単に、うん、はい、クリスマスソングが弾けちゃいます、ウクレレっていうのは。ありがとうな、特住宅コンボということで、はい、はい、よし、ちょっと、あ、これできるよ、できます、大丈夫、できます、じゃあもう一回、時間大丈夫ですか、わかんない大丈夫、じゃあもう一回、じゃあ最後に、うん、ゆっくりやってみましょう、ゆっくり、一回、うん、ゆっくりだよ、うん、せーの、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、あ、惜しい、そう、ドアでまた楽しいクリス、クリスマス、へい、できたんじゃない、できたよ、これでできたんじゃない、クリスマスに間に合っちゃいますよ皆さん、マキさん上出来です、うん、あのマキシンジの日じゃないです、うん、バッチリでございます、バッチリ、あれ、ちなみに、はい、ああ、嫌になっちゃうわ、は、なんだっけ、ごめんごめんごめん、F かな、 F だっけ、うん、ああ、これか、そうそう、それね、あーあー、そうだ、ああ、嫌になっちゃったで G かな、あーあー、で、最後、驚いた、あら、覚えてらっしゃる、イエーイ、これ前回やったのよ、そう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 、問題は歌だね、まあまあ、でも慣れてけば、ね、うん、歌いながらいろいろできますんで、そうだね、はい、頑張ー、めっちゃ面白い、いや、でも素晴らしいです、今日はすんなりいったね、うん、すごい、あの前回みたいなヤジがいないからいやでも一回触ってるからね、あ、そうだね、うん、それはありますね、うん、あ、ごめん、こっちだっけ、そう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 、いいです、大丈夫です、大丈夫ですよ、これで、そう、今合わせましたんで、ありがとうございます、ジ、はい、ングルベル、ジングルベル、鈴が、ちょっと待って、
先生お経みたいになってますね。ごめん、今ねカメラ回ってること本当に忘れてた。まあ素でやってましたね今ね。そう、すごいすごい弾けてますね。桜ウクレレ可愛いだ。そうです、お気づきで。はい、これ実は言うと桜の木のウクレレでございまして。そうなんだって聞いたの。そう、だね、なんとなくこの辺にね、うん、桜の模様とかがあって、うん、で木自体も本当に桜の木を使っておりますので、まあわざとか狙ったか分かんないです、若干ピンク色っぽい、あ、本当だ、ね、うん、感じでちょっと一目惚れをしてまして、はい、某所で再会しまして、はい、ちょっと即日購入と、はい、結構いいお値段みたいです、ね、さん結構いいお値段です。あとでこっそり、あとでこっそりね、ちょっとちょっとね、下世話なちょっと話になってしまいますんで、ちょっと引きますよ。そんな高くないですよ。そんなには高くないけどね、うん、はい、うん、なかなかそれを買おうっていう感じにはならないかな。そうですね、やっぱちょっとでもまあコロナ禍でやっぱねどこも行かなかったんでね、うん、うん、最近ですもう先週ぐらい。あ、すごい、はい、じゃあ急なお声かけだったけどタイミングとしてはバッチリでございます。バッチリだったんだね。よかった、持ってきたいウクレレもあるし、よかった、それはよかった、はい、まあそんな感じでね、はい、カッピー、私のなんかこうあのお世話で30分終わっちゃったけど、いや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 、久々どうでした。いやめっちゃ楽しいですね、やっぱね、楽しい。焼津テレビも去年の終わり、マキさんに呼ばれたのが最後かな。そうそう、その時だからちょうど1年ぐらいだと思う、ね、そんなもんですか、うん、あらららら、ね、じゃあ1年越しのちょっと お見継ぎ物と、そういうことで、はい、後であのじっくりいただきたいと思いますので、はい、食べちゃってください。私誰にもあげないから、ね、私のだからね。そうね、とまあそんな感じでね、はい、今日も楽しくお送りしましたけれどもね、はい、今日本当急だったけどカッピー本当来てくれた。いやありがとうございます、本当にありがとう。マキさん告知いいですか。あ、そうだっけ。数分ちょっと、まずちょっと2つございまして、はい、まず1つ目、僕カッピーであのウクレレでちょっと演奏やってまして、今度沼津のミュージックラフェスタというところで1月17日の日曜日、うん、ちょっと時間まだちょっと決まってないんですけれども、これ配信ライブになります。で僕と一緒に最近カラフルクレヨンちょっと活動がちょっとできてないもんで、カホンっていう、まあ、あの打楽器のジュンさんっていう、方がいらっしゃいまして、ジュンさんとともに、1月17日ちょっと配信ライブございますので、ツイッターでカッピーで検索していただいて、はい、出てきますんで、はい、ぜひぜひちょっと聞いていただければと思います。アーカイブもね残りますんで、あ、はい、それは楽しみ。そしてもう一つ、こちらちょっとまた焼津テレビさんにもちょっと置いていこうかなと思うんですが、毎年ですね、去年ちょっとねコロナ禍でできなかったんですが、静岡の、まあ、ウクレレの仲間をこう、あ、すいません、あ、ここに映ってる、あ、そっち、あ、そう、ウクレレの仲間でウクレレ、静岡ウクレレラバーズサミットということで、4月にイベントをちょっと島田の帯通りのところ広場がちょっとあるんですけれども、そこでやらせていただいてます。ただちょっと来年の話もちょっと今頑張ってやろうかなっていうようなところで、ちょっと話が進んでおります。またちょっとね詳しいことはまだそのね状況にもよるので言えないんですが、こちら静岡でぜひちょっとウクレレ今見ていただいて触ってみたいな、やってみたいなって思った方、ぜひちょっと焼津テレビに来ていただければ、これ名刺ちょっと置いてきますんで、はい、ぜひぜひ検索してみてください。ちょっとこの画像もね、またアーカイブスアップするときにね、一緒に、本当ですか、ありがとうございます、コメントで載せておきますんでね、はい、興味ある人はぜひぜひ、はい、あれだカッピーさ、去年の、はい、去年じゃない、今年のだから4月の告知をするっていうのが結局中止になっちゃってっていうのだ、はい、そうだ、だから1年ぶりになっちゃった、そうか、そうですね、ね、まあ、大変でしたね、あの時からね、そうね、まあ、平和にやってきました、はいはい、ということで告知2つでございました。はい、カッピー大活躍でございますので、ね、頑張りますんでよろしくお願いいたします。応援してみてください。カラフルクレヨンとかカッピーとかで検索するとね、はい、いろいろ出てくると思いますのでね、ツイッターもだからやってるんですね。ツイッターも、はい、インスタも、インスタもやってますんで、うん、はい、フェイスブックもやってますので、ね、はい、もしよかったら皆さん検索をぜひぜひしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、はい、
お時間となりますので、はい、今日はこんな感じでお開きにしたいと思います。はい、あ、1個やいず TV からお知らせです。はい、この後20時から予定しておりますパパユージのやいずからヤーマンはですね、パパユージ今日は横浜でライブがありますのでね、明日12月の1日の20時30分から。はい、ちょっとあの時間がいつもよりね30分遅くなりますけれどもね、はい、皆さん YouTube の方であのスタンバイして待ってていただければと思いますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。はい、では今日のチャンプルーのゲストはカラフルクレヨンカッピーでした。イエーイ、ありがとうございました。はいと、